こんにちは、 YouTube 都市館のアッキーです。それでは今回は素直さこそ最強の武器であるについて解説していきます。あなたが思う素直さの定義を教えてください。世間一般でいう素直さとは他人に対して素直さを指す場合が多いです。でも斉藤ひとりさんの言う素直さはちょっと違います。では何が違うのか、この違いにあなたが成功するかどうかの鍵があります。斉藤ひとりさんがあなたに本当に伝えたい素直さの秘訣を13個伝えていきます。1個目、本当の素直さとは何か。多くの人が素直さについてみんな勘違い違いしています。素直っていうと他人に対しての素直さを考える人が多いです。でも本当は違います。素直さとは他人に対してではないです。自分に素直ってことです。成功の秘訣は素直のことだとよく言います。多くの人が素直に人の言うことを聞いてしまいます。でもこれは素直ではないです。他人に対して素直な人が成功することはないです。他人に対して素直になるんではなくて、自分に素直になってください。自分の気持ちに対して素直になってください。あなたは今本当にやりたいことをやっていますか？やりたいことをしていない方は自分に素直じゃないです。今日から自分に素直になってください。素直に自分のことを受け入れてください。自分のやっていることから幸せを見つけてください。素直さとは他人に対してではないです。自分に対して素直になることです。2個目、素直さを持っている人はどんな人生を送ることができるのか。他人に対して素直になるんではなくて、自分の気持ちに正直になる。自分に素直な人はどんな人生が送れるのか。自分に素直な人は自分がやりたいことをやれるようになります。悩みがなくなります。やりたいことをやれる人生を送ることができます。だからといってやりたくないことをやらなくていいわけではないです。あなたがやりたいことを素直にやっていると、その中にはやりたくないことも含まれます。でも素直になっていると、嫌なことを乗り越えられるパワーが自然と湧いてきます。そしてちゃんと乗り越えることができます。自分の人生なのにやりたくないことをしたり、自分のやりたいことを我慢するのはやめてください。それをしてもあなたは幸せになれないです。例えば子供が引きこもって、お母さんがそれを心配して家から出られないとしましょう。お母さんは楽しくて幸せになるために素直になるべきです。引きこもったのは私のせいだと言って、子供と一緒に家で悩んでいるよりも、自分の心に素直になって、やりたいことをやり出してください。そうすると、自然と子供もやりたいことを見つけます。自分に素直になって、やりたいことをやってください。3個目、素直さを持てない人はどういう人生になりやすいのか。人の言うことに素直な人は、生まれてきた理由を見失います。そして暗くて不幸な人生になってしまいます。遠い昔にいい大学を出て立派な仕事に就いたのに、おかしな連中と付き合って捕まった人がいました。あの人はいい大学やいい会社に行きたかったわけではないです。親の言うことを聞いていい大学いい会社に入っただけです。でも実際そこに行ったら幸せじゃなかったです。そういう人生を歩む人は多いです。ではなぜそういう人生を歩んでしまうのか。親の幸せのためです。親の言うことばかり素直に聞いているからです。子供は親に育ててもらううちは、どうしても親の考えが自分の中の基準になります。でもいろんな考えに触れてきて、ここは違うって考えながら親の考え方を壊していきます。そして親に言われたことではなくて、自分のやりたいことを見つけていきます。この壊す時期が反抗期です。あなたには反抗期がありましたか？反抗期があった人は大丈夫です。しかし反抗期がなかった人は、真面目で親の言うことを素直に聞いてばかりの人がいます。そんな人は成長した時に世間とのギャップにうまく対処できないケースがあります。いわゆる世間の常識に染まって、こういう生き方だったら幸せって思う人です。でも本来は誰一人として世間と同じじゃなくていいです。大学に行った方がいい、いい会社に行った方がいい、それはみんなに当てはまるわけではないです。他人を見るのではなくて、あなたがやりたいことを見てください。あなたがやりたいことをやってください。4個目、幸せを感じなかったら結局はうまくいかないのか。あなたには子供がいます。そして子供が公務員になりたいって言いました。もちろん本人が本当になりたいならそれでいいです。でもそれが親の望みだったら違います。
っとうまくいかないです。ひとりさんのところにある男性が来ました。その方は公務員をやりながらミュージシャンになりたいって言いました。話を聞いてみると、親に言われるままに公務員になったけど本当はミュージシャンになりたかったと言いました。じゃあなりなよってひとりさんが言うと、でも自分は公務員ですと言い訳ばかりします。なぜ言い訳をするのか、ミュージシャンでやっていけるのか不安だからです。どんなことでもそうですけど、やってみないとわからないです。もし CD が売れなかったらとか、ライブに人が集まらなかったらとか、そんなのを考えてしまうと怖くて仕方がないです。何もチャレンジできないです。うまくいかなかったら素直に改善すればいいだけです。ネガティブなことばかり考えるのはやめてください。そんなことを考えてもお金も人も去っていきます。どんな時でも先のことばかり心配するよりも今に集中してください。今目の前にあること一生懸命やってください。とにかく自分の心に素直に行動してみてください。どんな人でも失敗しても必ずやり直すチャンスがあります。自分を信じて自分の気持ちに素直になってください。5個目、素直さがどれだけ残っているかを測る方法。あなたが自分に素直なのかどうかすぐに分かります。どうしたら分かるのか、自分に優しいかどうか、そして人に優しくできているかどうかです。自分に優しくて人に優しい人は素直な人です。あなたは自分を尊重してますか、他人も尊重できていますか、相手があなたの苦手なことをやってくれた時に周りに感謝してますか、あなたが得意なことを誰かにやってあげた時に周りから感謝してもらえていますか。できないことっていうのは誰にだってあります。それを人にやってもらった時に感謝できるかどうかが大事です。もし感謝できるのであれば、感謝の気持ちがあなたにはあります。あなたは素直さを持っています。6個目、斉藤ひとりさんが素直さのために気をつけていることはあるのか。ひとりさんはとにかく自分に素直でいることを大切にします。そして自分の話す言葉や行動、それから顔に愛があるのかをいつも気をつけています。あなたも素敵な言葉を使ってください。素敵な笑顔をしてください。愛を持って行動してみてください。7個目、素直になりすぎて逆にまずいことはあるのか。素直とは何なのか、自分を大切にすること、そして相手を大切にすることです。愛のある行動をしてください。いい笑顔で生きてください。そのため素直になりすぎて困ることなんて絶対にないです。素直さっていうのはどんな時でも困らないです。8個目、素直でいると人間関係は変わるのか。自分に素直でいるととにかく楽しくなります。幸せになります。そうなると周りへの感謝の気持ちが湧きます。人にももっと優しくすることができます。素直になってみると分かります。こんなに幸せなことはないです。素直に生きると人のせいにすることもないです。自分を責めることもなくなります。やりたいことをやっているからです。そして他人が挑戦していることも素直に認めてあげたくなります。自分に愛を持って接することができれば、人にも愛を持って接することができます。一方、人間関係がうまくいかない人はどこかで我慢をしています。自分に素直じゃなかったり、人の言うことばかりを聞いています。嫌なことを我慢するのはやめてください。会話でも嫌な言葉を使ってしまいます。我慢ばかりの人は顔とか言葉に全て出ます。顔の肌が荒れている時は世間に恨みがあったり、ブツブツ文句を言っている時です。そんな時の肌は本当に荒れてしまいます。一方、自分に素直に生きて話す言葉にも愛があると肌はどんどん綺麗になります。9個目、素直さを持って仕事をするとどうなるのか。仕事っていうのは本来面白いものです。辛いものではないです。つまらないものでもないです。でも仕事が辛いって思っている人が世の中にはたくさんいます。でもよく考えてください。仕事っていうのは1日だいたい8時間はします。面白いと思う人は毎日8時間楽しく働きます。一方、辛いと思う人は8時間嫌な時間を過ごします。どっちの方が幸せになれますか。1日8時間楽しく過ごすのか、いやいや過ごすのか。楽しく過ごそうが絶対に人生は幸せになります。今日から仕事を楽しいものだと思ってください。楽しめるように考え方を変えてください。仕事っていうのは常に新鮮で楽しいです。僕たちは年を取ります。でも仕事っていうのは老けないです。仕事に合わせて働く人があまり老けないのはそもそも仕事が若いからです。
例えば若い人と付き合っていると自分まで若い気持ちになれます。仕事も同じです。仕事は常に最先端です。仕事をしているとどんどん若返ります。毎日生まれ変わるから本当に面白いです。もちろん仕事は新しいものです。だから誰も全部はわからないです。わからないことに果敢に挑戦できます。それがまた仕事の面白さです。仕事を面白いって思ってください。そして仕事にどんどん挑戦してください。10個目、素直さが身についたらぜひやってほしいこと。まずは人を認めてあげてください。そして人を許してあげてください。他人に対して素直になるのではなくて自分に対して素直になってください。そして周りの人を認めてください。ミスをしても周りを許してあげてください。11個目、自信について。人生を変えたいなら少しだけ大きな声で話してください。今のあなたの声は小さいです。小さい声だと自信がないように見えます。大きい声にしてください。それだけで自信のある人に見えます。人生ってそんな小さなことから始まります。今の自分を変えたい人は大きく変えようとしないでください。今までうつむいて話していたなら少し前を向いて話してください。真顔で話していたならちょっと笑顔で話してください。小さい声で話していたなら少し大きい声で話してください。そんな小さなことを大切にしてください。きっとあなたは自信がついていきます。12個目、成功者の特徴3つ。成功者には3つの特徴が必ずあります。その3つとは何か。すぐ行動すること、すぐ改善すること、絶対に諦めないことです。あなたはすぐに行動してください。すぐに改善してください。諦めることを諦めてください。13個目、勉強についてです。大人になってからの勉強は楽しいです。正解がないです。自分で課題を見つけて自分で正解を作ってください。人生に差をつけるには勉強をするしかないです。読みたい本を読んでください。学校ではカンニングはダメでした。でも人生の勉強はカンニングしても OK です。知っている人から聞けばいいです。できる人にコツを聞いてください。あなたが知っていることは周りに教えてあげてください。そうやって人の役に立っているとどんどんあなたの頭が良くなります。頭が良くなればあなたの成功する確率は増えます。それではまとめいきます。1個目、本当の素直さとは何か。本当の素直さとは他人に対しての素直さではないです。自分に素直ってことです。成功の秘訣は自分に素直になることです。あなたは本当に心の底からやりたいことをやっていますか。自分に素直に生きていますか。ぜひチェックしてみてください。2個目、素直さを持っている人はどんな人生を送ることができるのか。自分に素直だと自分がやりたいことをやれるようになります。あなたも自分に素直になってやりたいことをやってください。3個目、素直さを持てない人はどういう人生になりやすいのか。他人の言うことに素直な人は生きる目的とか理由を見失ってしまいます。暗くて不幸な人生になります。他人を見るのではなく、あなたがやりたいこと、自分と向き合ってください。4個目、幸せを感じなかったらうまくいかないのか。先のことを考えて不安になるのはやめてください。それよりも今目の前にあることを一生懸命やってください。とにかく自分の心に素直に行動してみてください。どんな人でも必ずやり直すチャンスがあります。5個目、今の自分に素直さがどれだけ残っているかを測る方法。あなたが今素直かどうかが分かります。どうしたら分かるのか。自分に優しいか、人に優しくできているかどうかで分かります。6個目、斉藤ひとりさんが素直さのために気をつけていること。ひとりさんはとにかく自分に素直でいることを大切にしています。自分の話す言葉、行動、それから顔に愛があるのかをいつも気をつけています。7個目、素直になりすぎて逆にまずいことってあるのか。まずいことは1個もないです。素直とは自分を大切にすること、相手を大切にすることです。8個目、素直でいると人間関係は変わるのか。自分に素直でいるととにかく楽しくなります。幸せになります。そうなると周りへの感謝の気持ちが湧きます。そして人にもっと優しくなります。人間関係もどんどん良くなっていきます。9個目、素直さを持って仕事をするとどうなるのか。素直さを持って仕事をすると仕事が楽しくなります。
仕事は1日8時間やります。辛いと思って働くのか、面白いと思って働くのか、人生は劇的に変わります。仕事は楽しい、面白いと思って8時間毎日働いてください。10個目、素直さが身についたらぜひやってほしいこと。自分に素直になったらこの2つをやってください。人を認めてあげてください。そして誰かがミスをしても許してあげてください。11個目、自信。人生を変えたいなら少しだけ大きな声で話してください。それだけで自信のある人に見えます。人生はそんな小さなことから始まります。12個目、成功者の特徴3つ、すぐに行動すること、改善すること、諦めないことです。この3つは基本です。本当に大切にしてください。13個目、勉強。大人になってからの勉強は本当に楽しいです。人生に差をつけるには勉強するしかないです。学びなくして成功なしです。読みたい本を読んでください。学校ではカンニングはダメでした。でも人生の学びはカンニング OK です。あなたの周りのできる人に聞いてください。本を読んでカンニングしてください。そしてあなたが学んだことを人に教えてあげてください。そうやって人の役に立っているとどんどんあなたの人生が変わります。この動画で一番伝えたいことは、他人に素直になるのではなくて自分の素直さを大事にしてほしいということです。周りがやれって言ったことをやるんではなくて、本当にあなたは何をしたいのか、どうなりたいのか、自分の気持ちと向き合ってください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。